1954年、あぎおうは、日本の劇作家、脚本家。本名は、足立哲沖つ息子は、東方プロデューサー。孫は、笠井信介。脚本作品としては、1957年の NHK のラジオドラマ、花くれないに、1964年のネット系のテレビドラマ、徳川家康などが知られる。長野県諏訪郡下諏訪町出身。 旧世長野県立諏訪中学卒業。1930年、小説家を志し状況。1932年東京プロレタリア、演劇研究所を卒業、築地衝撃場演劇研究所の研究生となり、1934年には、ムーランルージュ新宿座文芸部、新派文芸部に入って、劇作家としての道を歩み始め、女中愛子の脚本で名を挙げる。 1936年、吉本工業新規劇座文芸部へ、後、松竹新派劇団文芸部。太平洋戦争に王将、福音後は、ラジオ、テレビの脚本を数多く手掛け、昭和の演劇、芸能史を彩った作品は千本を超える。1958年、日本テレビ芸能局長となり、作家局長と呼ばれた。1963年に辞任。 1967年、日本テレビ常務取締役制作本部長となる。1966年日本放送作家協会理事長、1990年会長に就任。協立女子大学の講師も務めた。ありがとうございます。